はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、チークです。よろしくお願いします。今回なんですが、新三国無双オリジンですね、6人目の登場武将確定しましたということで、6人目の登場武将です、炎章です。炎章で決定しました、おめでとうございますということで、今回炎章のデザインとかですね、その他もろもろ一緒に見ていきましょう。はい、ということでですね、やっていくわけなんですが、まずですね、炎章のデザインから見ていきましょう。オリジンでの炎章のデザイン、こちらです。かっこいいよねこれ。これさ、あの炎章って最終ナンバリングになってくるとですね、白髪になってくるというか、銀髪ですね、銀髪になってきてたんですが、今回ですね、また黒髪に戻ったというところで、もともとね、炎章は黒髪というか、兜かぶっててよくわからなかったんですけど、5ぐらいから銀髪になってきたんですよ。で、これもいろいろ理由があったみたいです。それはですね、また後で説明しますが、今回はまたですね、時代に沿ったデザインにしていくということで、8とかの炎章のデザイン、兜とかね、ああいったのはそのままで、ちょっと見た目を赤くしたのと、髪型を黒くしたというところでですね、これかなりかっこいいんじゃないかなと思います。名族って言われるだけあるんで、炎章。炎章はですね、名族なんですが、ちょっとこう小物感が漂う、結構愛されキャラというか、小物感なのに憎めないみたいな、そういったキャラになるので、今回ですね、今までのちょっとネタ枠というよりは、結構リアルな炎章、リアルなこう、何ですかね、こう顔出しというか、デザインになってるんじゃないかなと思います。ここら辺ですね、無双ファンの皆さんどうでしょうか。炎章のデザイン、結構納得のいくデザインですかね。僕はパッと見納得のいくデザインかなと思うところではあります。で、キャラクターボイスの方はですね、ずっと、続投されている龍谷治虫さんというところで、ここら辺も、続投の一安心かなと思います。名族炎章のね、小物感っていうのはもちろんこのムーブとか立ち回りとかもそうなんですが、やっぱりセリフとか、そういったところの言い回しのうまさだったり、そういうところがあると思います。龍谷さんはですね、本当炎章にもバッチリというか、もうこんなにも意向を放ちながらもここまでこの小物感を出せるかというような、セリフの言い回しであるとか、音程、抑揚のつけ方とかっていうのはすごい上手いと思うんですよね。で、龍谷さんがですね、今回、続投されているのでとりあえず良かったんですが、これがもしですね、今後のシリーズで変更になった時に結構違和感がすごいんじゃないかなと僕は思いました。結構炎章の声優さんもですね、もうなんか唯一無二っぽい感じがして、結構替えのきかない声優さんだと僕個人としては思うんですよ。もう何ていうんですかね、立ち位置を確立してしまってるというか、そういったイメージを持つので、今後のシリーズにちょっとこう気になるところ、今後のシリーズとか動向がね、気になるところではありますね。はい、でですね、今回の炎章のデザインについてなんですが、いろいろデザインありますがですね、一個ずつ見ていきましょう。で、一覧でドンと出しますが、こんな感じです。一応ですね、炎章、新三国無双初代にも出てたのは出てたんかな。ただ、操作キャラとしては扱えなかったはずなので、すいません、間違ってたらごめんなさい。ちょっと操作キャラでは扱えなかったはずなので、とりあえず2からの、登場になります。で、2が初出だと思うんですが、このですね、2の炎章からね、ほとんどデザインとしてはそこまで変化ないんですよ。ただ、変化があるところで言えば、こう、兜を、1回5で脱いでですね、そこからちょっと帽子みたいなのに変わったと。で、8でまた帽子をかぶとをかぶるというところで、それ以外で言うとですね、どんどんこう金ピカ具合が増していって、で途中で銀髪に変わってみたいな、そういったこうちっちゃい変更点がちょこちょこあって、最終8になってオリジンというところなんですが、もうオリジンの炎章はほとんど、8の、流用かなというところではあります。ただ、この銀髪から、黒髪に戻っているというところで、もともとね、2とか3とか4の炎章って、ちょっとこう、おじさんチック、おじいさん、なんていうかな、おじいさん寄りのおじさんっていうイメージがすごい強かったんですけど、5から、イケオジというか、おじさんではあるけど、ちょっと若い、生き生きしたおじさんっていう風な、年齢層が若干こう若めに設定されているのかなという印象を受けます。あとね、銀髪とか、スタイリッシュに、どんどんなっていってるので、そういったところも、炎章が若く見えるところかなと思います。で、今回のオリジンのデザインはですね、これ見てもらったらわかるんですが、炎章を最初の方を活躍する人物なので、そこら辺の若さとか、若めに年齢設定をしているところとかですね、髪の毛も黒髪に戻しているというところで、銀髪ではないのがちょっと残念なところでは
あります。孫権がね、あのがっつり銀髪だったんで、まあ袁紹銀髪でも良かったんじゃないかなと思うんですが、まあここら辺は何かしら理由があるのかなと思います。で、今回の袁紹に関してですね、翔さんの方から、追加で、投稿がありまして、袁紹は初代新三国無双のデザイン制作時に黄色金色のイメージにして、以降もそれを継承してきたわけですが、5の時に孫権と同じく兜や髪のイメージを新しくすることで、より袁紹らしさを出せないものかと検討して、新たに長髪銀髪のデザインが生まれましたというところで、まあ、孫権が結構5でドカッとデザインが変わってですね、銀髪になってから人気がねすごい上がったイメージが強いので、まあ、そういったところもあって、まあ、袁紹らしさを出せないかというところで検討して、長髪銀髪のデザインが出てきたらしいです。なので孫権と、まあ、袁紹は2個1なんですよ。はい、2個1なので、まあ、孫権が銀髪で続投しているんだったら、まあ、袁紹もちょっと銀髪を見たかったところではあるんですけど、まあ、今回は黒髪ということで、まあ、ここら辺はですね、仕方ないですね。で、その時からですね、18年ぶりになる黒髪、本作の世界観や今だからこその袁紹らしさに無双オリジンズで触れていただければ嬉しいですというところで、今回の袁紹らしさというのが、まあ、もちろん名族としての振る舞いとか実際にすごかった人物ではあるので、そういったところは残しつつも、ただゲームではあるので、今までの従来作の袁紹の絶妙な小物感、面白い立ち回り、セリフの言い回しとか、ああいったところは残してくれるみたいですね。これはすごい楽しみなところだと思います。続いてですね、ちなみに東京ゲームショーの私有版の軍議で袁紹が東京ゲームショーに参じてくれたと話しますが、あれは開発現場のスタッフの間で即採用しましたというところで、これはですね、僕ちょっと東京ゲームショーの私有版行ってないんでちょっとわからないんですが、袁紹がこれ言ってくれたってこと？袁紹が言ってくれたんかな。なので、まあ、東京ゲームショーに行った人だけ、聞けた、軍議での、セリフというところですね。これはですね、リュウタニさんもその時に多分音声取ったんだと思いますが、羨ましいですね。こういうの、こういうなんか裏話というか、まあ、行った人じゃないとわからないみたいなネタってすごい、行った人羨ましいなって僕すごい思います。こういう動画ちょっと出してほしいですね。気になります。でですね、その他で言うとですね、まあ、袁紹2からプレイアブル化されたんですが、まあ、兜を取った袁紹のデザインが、まあ、567ぐらいで描かれているというところで、まあ、今回のですね、X の投稿にも、まあ、兜を取った袁紹が拝めるかも、みたいな、投稿があったんですが、で今回で言うその兜を取った袁紹っていうのは、この帽子、7とか、5とか6のあの兜じゃない帽子とかすらも取るという、イメージ解釈でいいんですかね。あの完全に帽子を取ってもう丸々頭が出てくるというような、認識でいいのかなと思うので、まあ、この兜を取ることに 何か意義があるのかわからないんですが、まあ、単純に今まで見たことのないデザイン、今まで見たことのない、姿だからこういう話をしているだけかもしれません。ただですね、まあ、確かに帽子を取っているとか兜を取っているシーンは袁紹見たことないのですごい気になるところではありますね。これ楽しみにしておきましょう。で、そう、袁紹なんですが、まあ、この人ね、一時はとんでもない大勢力を築いた名族ですし、まあ、家臣と協力して宦官壊滅させたりですね、董卓討伐の時には、曹操の推薦で名手になったりと、まあ、いろいろね、活躍している人物ではあるんですが、先ほど言った小物感が、漂う武将でもあるので、まあ、10倍の兵力差がある関東の戦いで、まあ、味方の裏切りとか、ね、兵糧庫を潰されるとか、まあ、そういったね、まあ、残念なムーブが続いてしまって、結局、負けてしまったと。で、その後、病没するというような武将になるんですが、まあ、こういった関東の戦いとか、あとはですね、家臣と協力して宦官を解明させるシーンとか、あとはもう、古老館とかですね、ああいった袁紹が光り輝くシーンってのは何個もあると思うので、そこら辺での活躍を期待してですね、無双オリジン、今後も楽しみに待っていけたらいいのかなと思います。はい、ということで今回こんな感じで終わります。袁紹登場武将確定しましたが、いかがだったでしょうか。まあ、個人的にはね、袁紹あの使いやすいし強いしですごい大好きなキャラだったんですが、皆さんどうですかね。あの袁紹特に初期ナンバリングでは結構無類の強さを誇っている武将でもありますし、ちょっと6、7、8あたりは僕まだ操作してないので何とも言えないんですが、皆さんね、袁紹結構好きな方多いと思います。ゆうたにさんの声もすごい特徴的で、もう袁紹といえばこの声っていうのが定着してしまってるので、皆さん大好きな声だと思うんですが、まあ、今回も声優さんは続投と、でデザインもそこまでは変わらず、若干のデザイン変更が施されていると。で、袁紹の光り輝く姿をですね、オリジンで存分に楽しめそうなというところで、ここからね、続報を期待して、無双オリジンまで待っていきましょう。ということで今回こんな感じでおります。皆さんもですね、袁紹の新デザイン、声優さんの続投、その他諸々ですね、情報を受けてですね、何か思ったことあればコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。